はい、こんにちは、116インズです。さあ、今回はどうしてそんなことになってしまったのか、逆に聞きたくなるような記録に焦点を当てていこうかなと思っています。100年以上の歴史を誇る MLB では毎年様々な記録が誕生してきて、その中には先日の動画でピックアップしたような、今後絶対破れないような名誉ある大記録も存在しますが、当然ながらそういった記録もあれば、逆に悪い意味での大記録、ワースト記録も存在します。 でそういった中からいやそうはならんだろうと個人的に思わず突っ込んでしまった記録特に1シーズンで記録されたものについて今回7つほど見つけてきましたので皆さんにもご紹介していきたいなと考えております。それでは早速見ていきましょう はい。まず一つ目は、とにかく勝てなかった男ということで見ていきましょう。こちらは1916年、フィラデルフィアアセチックスでプレイしていたピッチャー、ジャック・ネイバーズ。ネイバーズは1915年から17年までの3年間アセチックスでプレイしていた右のピッチャーで、1916年は彼が MLB で唯一フルシーズン戦った年となります。 ネイバーズは4月22日に MLB 初勝利を完封勝利で飾って、シーズンイースタートを切ったのもつかの間、この後とにかく勝てず以降この年なんと19連敗、シーズンを1勝20敗というちょっと信じがたい成績で終えます。勝率にしてわずかに0割4分8厘、1900年以降規定投球回に乗った選手としては史上最低の勝率で、また1年間の記録としては最長連敗をも記録してしまいました。 ピッチャー有利な当時の9回においてネイバーズの防御率3.47はリーグ平均を下回るものだったのである程度負けるのはやむを得ないにしてもそれにしたって負けすぎ19連敗の間14試合で援護点が2点以下と打線のサポートがなかった部分もあったんでしょうねとことん勝てなかったネイバーズは通算でも1勝25敗とこの年記録した白星が彼のキャリアにおいても唯一の白星ともなっています 続いてはシーズンのウィンザボリーボービプレイスメントマイナス4.0。これを記録したのは1933年セントルイスブラウンズでプレイしていたジム・リービーですね。もちろん当時ウィンザボリーボービプレイスメントなどという指標はなかったわけですが、リービーのこの記録は1900年以降規定打席に到達した選手ではワーストとなっています。 ブラウンズのショートのレギュラーとしてプレーし、後に NFL でもプレーするリービーは、1933年シーズン141試合に出場して、打率1割9分5輪 OPS4 割7分7輪前年は打率2割8分と結果を残していたんですが、そこから見事なまでの転落。さらに守備面でもリービーは不安定で、MLB 通算4年間でエラーが149個、1933年も42個記録するありさまで、攻守にパフォーマンスが振るわなかったことから、このある種振り切れたウィンザー・ウォーリプレイスメントになったのかなと思っています。 最近だとオリオールズのクリス・デイビスが2018年にウィンザーボリプレイスメントマイナス3.3を叩き出し、リービーの記録に迫りましたが、まあ、なかなかマイナス4となるまで今ではプレーできませんよね。 3つ目、歩きたくないということで見ていきましょう。1909年、ブルックリンスーパーバスでプレイしていた内野手、ホワイティーアルパーマンはとにかくフォアボールが嫌いな選手で、シーズンでも滅多に選んでいなかったのですが、1909年は彼の理想を叶えたような年となりまして、この年443打席に立ってフォアボールが立ったの2個。2個ですよ。 規定打席到達した選手としては1900年以降最小の数となっていまして、2個なら一般人でも1年間メジャーで打席に立っていれば、もしかしたらピッチャーのコントロールミスなど何かの間違いで達成できそうな数だと勝手に思ってしまいましたが、一方でアルパーマンは逆にデッドボールが多い選手というのもなかなか面白いところ。 普通当たる方が嫌じゃないと思ってしまいそうですがメジャー4年間通算でフォアボールが30個に対してデッドボールが39個とデッドボールの方が多いということでフォアボール嫌いに関しては本物のようです続いてアレれマでも OK ということで1938年インディアンスでプレイしていたボブ・フェラーの記録を見ていきましょうフェラーは後に殿堂入りも果たすことになるインディアンスの球団史においても大投手といえる存在のピッチャーで特に剛速球が大変有名な選手でしたね 軍事レーダーを使って球速を測ったら初速が117マイル出たみたいな逸話も残っていますがそんなフェラーにとって1938年は19歳のシーズンにして初めてのオールスターにも選出された年この年17勝防御率4.08防御率のリーグ平均が4.79だったことを考えれば19歳とは思えない素晴らしい成績を残しているんですがもっとすごいのが脱三振と四死球の数ですね 240脱三死208よし球はそれぞれリーグトップとリーグワーストどっちも200超えます普通208個も歩かせたらもっと成績が悪化してもおかしくなさそうですが当時としては規格外の剛速球を誇ったパワーで相手をねじ伏せることができた点が良かったんでしょう5つ目は非ホームランダービー2000年アストロスでプレーしていた先発投手ホセリマはこの年196回3分の1でホームラン実に48本も浴びています この前年の1999年はオールスターにも選出されたんですがアストロズの新球場完成によってホームランが出やすくなったことがリマにとっては逆風となってしまいました防御率も6.65とお世辞にも褒められない成績ですよね シーズンで非ホームラン数のワーストは1986年、バート・ブライレブンの50本という記録がありますが、この時のブライレブンは271回3分の2投げていますので、そこから70イニング以上少ないにも関わらず記録に迫ったリマー。9イニング換算で非ホームラン数2.2本はワースト記録となっています。当時のアストロズは先発事情がかなり苦しく、リマーほど打たれていてもその代わりがいない状況にあったので、規定投球回を優に超えてしまいましたが、まあこうなってしまうと選手側も不便ですよね。 6つ目ヒットが出ないということで2011年ドジャースでプレイしていたエイフィニオ・ベレスの記録ですね。ベレスはマイナー通での打率が3割に近く、2011年もトリプル A では打率3割3分9厘と打っていたんですが、MLB への適用がなかなか叶わず2011年はシーズン37打数ノーヒット。同一シーズンで無安打に終わった野手としては最も多くの打席に立った選手となります。 ベレスは2010年の終わりに9打数ノーヒットだったため2010年から合わせると46打数ノーヒットこちらも当時 MLB ワースト記録ともなってしまいましたがそれから8年経って2019年オリオールズのクリス・デイビスが前年から54打数ノーヒットでベレスの記録を破っていますちなみに野手ではないですが昨年マックス・シャーザーがシーズン59打数ノーヒット出塁すらないという出来事もありましたね はい。そして最後は1909年、ブルックリンスーパーバスでプレイしていたキャッチャービル・バーゲンの話。バーゲンは打撃関連でいくつかワーストの記録を持っているため、しばしば史上最低の打者とも称される選手ですが、1909年シーズンの彼は373打席立って打率がたったの1割3分9厘、OPS が3割1分9厘、リーグ平均を100とした OPS プラスで見てもバーゲンは1位。 何を間違えたらそんなことになるのかという感じで、昨年アストロズのグリエルが打率3割1分9厘記録していますが、打率だけでバーゲンの OPS にマッチできると。 バーゲンはこの年だけ打てなかったわけでもなく通算3234打席立って打率が1割7分なので本当にバッティングは得意ではなかった選手だったようですねじゃあなんでそんな選手がそれだけ打席に立てたのかという話にもなるかと思いますがバッティングは史上最低クラスだったもののキャッチャー守備に関しては超一流だったからということのようで通算の盗塁阻止率が48%いや攻守の振れ幅大きすぎでしょう リーグ全体でも投手有利な環境で打撃の悪さに多少目をつぶってでもバーゲンの守備には価値があるという判断だったんでしょうね。ただまあ今の野球界だとどれだけバーゲンのように守備が優れていたとしてもこのバッティングではちょっと使ってもらえないかなという気はしますけどね。 はい、ここまで7個見てきましたが、まあ本当にどうしてこうなったのかという印象ですね。本人たちがどう思っていたかともかくとして更新の難しさからすればいろんな意味でこれも大記録と言えるのではないでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メールイン関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。